和弘さんんの youtube を見てんですよそれでまあ同じような意見だと思うんですけどこれから将来原口さんとか一緒にその政治を動かすムーブメントを起こす気持ちがあるのかどうかちょっと聞きたいと思って今日来たんですけど。 いいですか、はい、はい、ありがとうございます、まああの、社会を変えていくためには、いろんな人たちと力を合わせていかなきゃいけないという話だと思うんですね、でそんな中でいろんな人たちと手を組んでいくっていうような、えー、気持ちはあるのかというご質問だと思います、いや、もちろんありますよ、ありますけど、覚悟を決めるのはこっちじゃないんですよ、こっちはとっくに覚悟なんて決まってんだってことですよ。 例えばですけど、次の選挙、自分たちはこの党からしか勝てないとか、こういう支援体制から抜けたら勝てないっていう人たちは、たぶん一生そこにいるんですよ。核を決めるのはどっちだってことです。これ、原口さんのこと言ってるわけじゃないよ。一般的に、一般的な議員たちが、何かしら私たちと合流していくってことを、もしも決意する、決断するっていうときには、当然そういったものたちから抜けてくることを確保しなきゃだめなんですよ。でね。 一番手っ取り早いのは何かって言ったら、今の時点でそんな動きが起こるとかっていうような妄想しないほうがいいです、はっきり言っちゃうと。起こらない、起こらない、どうしてか、少なくとも私たちまだ8人しかいない小さなグループなんで、その小さなグループと運命を共にしようということは、なかなか決断しづらいのは、これ、普通なんですよ。じゃあ、どうしたらいいのかって言ったら、私たちが力持つしかないんです、数を増やすしかないんですよ。野党党第一党でなくても 連合から力借りなくても、一般の市民の人たちが、選挙の時には、えー、しっかりと活動してくれるとか、選挙の前にも力を合わせながら拡大していくっていうような動きがしっかりとあるってことが、確認されない場合には、そら、連合だったりとか、統一協会だったりとか、<laughs> 他にも、いろんなものに頼ろうとしますよ。一般的な政治家の中で、 一般市民へのおそらく信頼なんてほとんどないと思ったほうがいいです。入れるか入れないかも分かんないんだもんっていう。でも、鍵なんですよ、世の中を変えるための鍵って考えたら何かって言ったら、やっぱり一般,の一般の市民の方々が政治的な動きをしっかりとしていくっていう、そのノウハウを自分の中に落とし込んでいくっていうことを本物にしていったときに変わるんですよ。どうしかっつったら、 選挙の時にどういう振る舞いをしたりとかどういう動きをしたら一番有効かってことをご存知の方、この中にどれぐらいいらっしゃいますおそらく多くの方々はそういうこと知らないんですよ。どうしてかってそのノウハウはこれまで選挙に関わってきて議員バッジを多くのものにつけてきたっていうような人たち、グループ、組織、そういうところに閉じ込められちゃってるから。ってことは ひっくり返していく、選挙に勝っていく、勢力を拡大していくっていうノウハウは、その人たちの中にしかないんですよ。それを私たちが奪い返す、みんなでシェアしていきながらひっくり返していくっていうことを始めるためのプラットフォームが、令和新選組なんです。だから、ネット、ネット上であったり、いろんなところで、えー、これからひっくり返していくとか、えっ、ー、と、なんだろうな、えら、ー、新,新たな動きを作っていくっていうような話は、何かしら聞くことはあるけれども。 でも実際にそれが本当に動き出すかって言ったら、究極は自分が次の選挙で勝てるのか勝てないのか、勝てる方にかけますよ、普通は。当たり前のことです。今、8人の令和にかけるっていうことを考えるような、なんだろうな、気概のある人はほぼいないと思ってください。そうでしょう、だって。まずは自分の勝利なんだってことを考えたら、今の体制から抜けることは難しい。だから、その人を責めたいってわけじゃない。 そのためにどうしたらいいかってことを考えたときに、私たちが力をつけるしかないんだってことです。私たち、れいわ新選組が数を増やす、増えるということは、選挙で数を増やせるだけの動きをみんながやっていけるっていうことになるから、それは逆に言ったら、そこから抜けても勝てる可能性があるってことを思わせるってことなんですよね。そういう形です。はい、大丈夫ですか、ご発言された方。私はあの、まあ、で いろいろ、あの、山本さんと、春樹さんのとか、あの、佐藤明さんの。すみません。はい。えっと、追加のご発言なので、あの、質問にそのまま言ってもらえますか。今話した内容に関して、どうか、ということ。あじゃあ、はい、じゃあいいです。そんなに、時間取れないので。のはい。じゃあ、あ原口さんと、あの、山本さんと、大体、意見は、同じような、感じがするんですよ。だ、いずれ、一緒にやるような。 考えはあるのかどうかってを聞きたいと思ってるんです、はい、あのごめんなさいね、えっと私、原口さんの動画を全部見たりとか、原口さんの考えてることを知ってるわけじゃないので、原口さんと一緒だと言われることに関して、一緒ですとは言えないんです。で、おそらく少し陰謀論と言われるようなこと。 それが陰謀ではないんだっていう人たちもいるけれども、一般的に陰謀論と取られるようなことも、おそらく発信もされているっていう部分は、えっと噂には聞いてます。で、そういったことも全部ひっくるめた上えで、えー、今、原口さんと一緒にやれるかどうかってことを、えー、どうこう言える立場にないですね、はっきり言っちゃえば。でも、社会を変えていくために、今、何が必要ですか、経済政策が必要だよね、大胆な財政出動が必要です。 人間の尊厳守れるっていう暮らしを担保するための経済政策が何よりも胃の一番に必要だっていうところとは手を組んでいかなきゃダメなんです。それ以上でも以下でもない。個人がどうだって話じゃない。まず立て直しの順番、優先順位として何が最初に来るのかっていうところの意識が同じ人たちと手を組んでいくっていうのは最低条件だろうと思います。さあ、いかが